9月22日水曜日は明日ですね今日は火曜日でしたですみ、ねはい、ませんなんで水曜日って言っちゃったんだろうえもとい9月22日火曜日終分の日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです 辛抱二郎、ズーム、そこまで言うか、シルバーウィークね、4連休の今日最終日です。まあもしかしてね、お車の中とかで、この番組初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらの番組は、月曜日から木曜日まで、午後3時半から5時半までのニュース番組。辛抱さんが好奇心の赴くまま、大きいニュースから身近なニュースまで、ノーディスタンスで語る番組。いやいやいや、そんなことないんですが、まああの、私ですね、一応この日本で一番尖がったニュース番組というのを のこう思考してやっておるわけでございますが必ずしも毎回そんなとんがったネタがあるわけではなくてですね今日はオープニングの話で大変申し訳ないんですけれどもいやなんですか驚きましたね増山さん<え>夜ちゃんと眠れてます あね日によってですね先週私この番組でですね久しぶりにキャベツとレタスがすごい安く手に入ったので毎日毎日キャベツとレタスを1枚ずつ入って食べたら話をしたじゃないですかほい <laughs> で寝る前に寝る前にキャベツをいやレタスを食べるとですねとてもよく眠れる話をしましたよねで相変わらず先週1週間で食べきれなかったもんですから大体レタスっていうのは買って1週間ぐらいが限界ですね表面上何ともなくてもですねめくっていくと中からですねちょっとずつ茶色い葉っぱが出てくる あらだからですねそ,かそううななんですすよよよ普通外側から痛むイメージありますよね,ね<え>ところがですね,ね先週買ったレタスを今週引き続きやっぱり一日一枚のペースでいやいや3度の食事で朝昼晩一枚ずつこうめくって食べていたらですね <laughs>、ええええ、今日あたりから、ええ、真ん中辺に結構茶色い葉っぱが出てきてですねあ,<ー>あらまあと思いながらでもおかげさまでこのレタス効果でとてもよく眠れているんでありますが、ええ、今朝 今朝ね6時半に起きなくてよかったんですよいいだけど6時半に目が覚めてしまったんですね。で6時半に目が覚めてしまってああちょっとまだもうちょっと寝られるなと思って2度寝したわけですよ。いいそしたら2度目2度寝してる1時間の間に夢を見たんですね <laughs> これがとんでもない悪夢でね <laughs>。<laughs> <laughs> うわー2度寝しなきゃよかったどうですか最近夢見てます あ、なんかね、疲れてる時は見る感じです。この間追われてる夢見ました。誰に?。わかんないんですよ。誰か。私じゃないですよね。ちゅうごうさんかもしれない。ええー。<laughs> いや、今朝見た夢がね、ものすごいリアルでですね。すげーリアルだったんだよ。もう登場人物から場所からセッティングからですね。もうなんか、もう手に取るように映画を見てるようにリアルで、今でも鮮明に思い出せるんです。行動されてたんじゃないですか。いやそんなことないです。で目が覚めた瞬間に、はあ夢だと思って、すっごい安心したんです。どんな夢見た？あのですね、どんな夢を見たかというとですね、私。 私、あのですね、これは夢じゃなくて、もう関西で25年ぐらい大学で教えてるんですね。はい、で25年ぐらい大学で教えてる間にいろんな教え子がいて、中の一人の教え子が、<っ>今比較的、吉村っていう最近あの、大阪府知事で売り出し中の人いるじゃないですか。ええええ、吉村府知,府知事の、 割と身近なところにいるんですよ。えー、私の教え子が。ほい、えー、で、ある時に、私と、その教え子と、吉村知事と、関西政界の顔なじみの2、3人と、5人ぐらいでご飯を食べていた時に、えー、次の知事選の話になって、はい、次の知事選出ような、みたいな話で急に盛り上がって、吉村府知事と、その私の教え子と、私と3人が立候補することになったんですね。<ー>で、3人が立候補することになって、はい あら、余計なこと言っちゃったよと思ってるうちに、誰かがばらしたらしくて、ネットニュースになったんですね。で、辛抱出望って話になって、記者会見開かなくちゃいけなくなったんですよ。はいはい、で記者会見場にですね、うちの神さんが現れてですね、あんたな、ええ加減にしときやとか言われて、うちの神さんにまず怒られて、これいろいろ考えて、これから記者会見するのに、あ、そうだ、番組関係者には人気切っとかないと、なんで、迷惑かけるよなと思って、番組関係者に次々電話しようと思うんだ けど電話が繋がらないんですよ電話が繋がらないのにどんどん記者会見の時間が迫ってきて「まずいよこのまんまだけどなんで俺立候補することになったんだろうだって当選するのは吉村に決まってるわけでだから俺当選するつもりもないのに当選するつもりもないのになんで大阪府知事に立候補することになっちゃったのかな」とか「今更だけど取り返しつかないよなもうネットニュースになっちゃってるしごめんやっぱりしませんはないよな」とか思ってるうちに目が 冷めて,、ね、てあ夢だ <laughs> と思ってですね冷や汗でもうなんかベッドぐっしょりみたいな、えー、なんかちょっとあるんじゃないですか何にもないですでで全く何もないですけどねのこの話をすると必ずそういうツッコミがあるからねこれ言おうか言うまいかすごく迷ってたんですけど、えー、ただね久しぶりにおー なんか本当に本格的な夢見たなぁと思って。最近<ー>私あんまり夢見ることもなくなってたんで。ぐっすり寝ちゃってる。ぐっすり寝てるのかどうなのかよくわかんないんですよね。<ー>よくあの、一時ね、一昔前は、いや、レム睡眠っていうのと、<ー>あの、ノンレム睡眠っていうのと、交互にやってきて、大体まあ眠ってすぐはノンレム睡眠っていうやつで、あの、レム睡眠って何かっていうと、はい、REM って書くんですね。うん、REM は何の略かというと、ラピッドアイムーブメントなんですよ。うん、だから寝てる人なんだけど、上からこう見てると、あの、眼球が動く とまぶたの上からからわわるけですね。ねねだから寝てるんだけどだから昔はよくね、はい、あのレム睡眠の間は眼球が動くから多分きっと夢を見てるんだろうっていう解釈が多かったんです、えー、だからまあ、眠ってすぐはドーンと深い眠りに入るから眼球動かないんです、はい、これがノンレム睡眠ですね、うん、で眠りが浅くなってきてレム睡眠で眼球が動くとでもう一遍またドーンと深い眠りに落ちてだから、うん、ノンレム睡眠っていうのとだから眼球が外から動く睡眠と動かない睡眠、うん、見ててわかる睡眠 く<と>、はい、交互に繰り返してて、うん、ユニット90分ぐらいいよく言うじゃなでだから90分かけるいくつかの、えー、例えば3時間で90分が2つ 2>、うんはい、4時間半だと90分が3つ、うん、6時間だと90分がみたいなそういう寝方するといいですよみたいな話があってうん、うん、だからレム睡眠で上から見て眼球が動いてる時にきっと夢を見てるんだろうっていうのが一般的な学説だったんですが。うん 最近の学説はですね、そういう夢とか眠りとか研究してる人がいて、どうもそのレム睡眠と眼球が動く行為と、えー、うん夢との間にはそんなに に強いわゆる眼球の動かないノンレム睡眠でも夢は見てるんじゃないの、はい、っていう学説が最近主流になりつつありますから、だから一時みたいにレム睡眠で夢を見てノンレム睡眠で夢を見ないっていうことでもないらしいんだけども、ま、あの、そのぐらいやっぱり皆さんこう眠るということに関してすごく関心が あるんですよ。で、私の知り合いも最近ですね、眠れないんですっていう、こう、訴えが結構あってですね。はい、で、人間ってだんだん年取ると眠れなくなってくるんです。眠るのにも体力がいるんですよ。で,で、私は。 今、眠れない人向けに、向けに。今、私、あの、ウクレレで、毎日、<laughs> シューベルトのこもり歌というのを練習しておりましてですね、キンキン、私のシューベルトのこもり歌というやつで、これ皆さんに眠っていただこうということで、だいぶ向上してきましたから。だけど、今私がシューベルトのこもり歌を弾くと、誰も眠れなくなります。よくあるじゃないですか。あの、下手なピアノって、聴いてるだけで、イラッとするんだか 同じとこでつまずいてああみたいなね<え>、うん、今の私のウクレレで弾くシューベルトの子守歌はそういう状況になってますから今のうちに <laughs> 眠りよけでね <laughs>、うんえー、居眠り運転防止用に公開しようかなと思ったりもするんですけど <laughs> ままあまあ楽しみにしておいてください。私の YouTube チャンネルか、あ,あ,はい、あるいは Twitter かなんかでですね、うん、キンキン眠れない人のために、シューベルトの子守歌を私が演奏してお聞かせすると。いい楽しみにしてますよ。はい、いでも。ますけれども、はい、私 立候補するつもりは毛頭ありませんから、単なる夢の話なんで。まあ、でもね、何とも思ってなかったら、そんな夢はね、なかなか見ないですよね。そんなことないんですよ。何 <laughs> とも思ってないことでも、夢に見ることあるでしょあ、まあね、そうですね。ねあるある。あるでしょあるある。私もね、時々ね。<laughs> あまあ、いいやもう、そんなく今ちょっと引っ張っちゃったなんて感じっはい。この話続きます。<laughs> はい。えっ、ー、と、じゃあ、いいですかど。こへ続くんだどこですよ。<laughs> 今日の為替からお伝えしておきます。今日はね、秋、はい、分の日で休日のため、東京株式市場はお休み。なんかでもニューヨークのマーケットがどっかんと落ちてですね、すね今日なんか日本のマーケットが開いてり大きく下がったはずですけれども、幸いなことにマーケットが開いてなかったんで、で、はい、為替の方はこれずっと取引が続いておりますから、はいはい、影響が出てますか。えー1ドル 前付近で取引されておりまして昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっていますがまあ昨日の晩に一時103円台に突入する場面もこのところねじわじわちょっと円高傾向ですね、はい、なんでじわじわ円高傾向かというと、うん、大体大きく2つぐらいの理由を挙げる人が多いですが一つはやっぱりねトランプ大統領が自国の貿易経済を守るためにドル安誘導というのをかなり積極的に行ってるんで、はい、まあ比較ですね相対的にドルが安くなると円が高くなるというのと、はい もう一つはあの昨日あたりからニューヨークの株がまあ、昨日あたりからっていうか、昨日ドーンと一回下がりましたよね。で、まあこう経済が不安定な時にはまだやっぱり日本経済。 えー、世界から見るとマしじゃないのっていう見方があるんで、うん、まあ安全資産として円を買っとこうかっていう動きがあって需要と供給のバランスで円が買われると円が上がると、はい、まあおおむね2つぐらいの要因ではないかと言われてますけれどもまの、あ、う1 0 3円ぐらいの久々1 0 3円台の円高に突入したんですがただまあそれから戻ってますから、まあ、まあ今のところ落ち着いた取引と。 え、いうふうに申し上げてもいいだろうと思います。はい。で、そのーク株につきましてはね、今日ズームオン3本目、はいはい、5時台のズームオンで解説を詳しくしていきます。マジっすかそうそうですよ。誰がえー、辛坊さんが。ええー。よろしくお願いしますね。で、この後すぐのニュース解説ズームオンの1本目では、シルバーウィークの人で各地でコロナ以降最大になった高速道路の渋滞についてなど取り上げます。で、4時台にお送りするズームオンの2本目、 相次ぐ不正引き出し、問われる銀行口座のセキュリティはという話題で IT ジャーナリストの三上洋さんにこちらのスタジオにお越しいただきましてお話を伺います。 さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom.1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。 このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間まではの話題を1分で振り返るズームフラッシュです。台風12号は日本の南をゆっくり北上しています。明後日木曜日から金曜日にかけて本州に接近する見込みで、気象庁は高波、土、砂災害、河川の増水などへの警戒を呼びかけています。 WHO は昨日の記者会見で新型コロナウイルスのワクチンを国際的に共同購入すると発表しました日本や EU を含む156カ国が参加しますがアメリカ中国ロシアは入っていませんアメリカ財務省の資金情報機関が日本のゆうちょ銀行の口座が金融犯罪に関する疑わしい取引に使用されている可能性があるとの報告書を出しました イギリス政府は新型コロナウイルス感染が再び急拡大していることを受け警戒レベルを5段階のうち感染急増を示す4に引き上げました元 TOKIO、OK、の山口達也容疑者がきょう午前9時半ごろ酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されていたことが分かりました 台風12号心配です。えー、あさって木曜日から金曜日にかけて本州に接近ということで、結構雨が降りそうな予想が立ってますから。そうですね。雨が降るとやっぱり東海地方。 東海地方というか東海道新幹線って意外と簡単に止まったり遅れたりしますよね。うん、だからあの、週末っていうか週の半ばから後半にかけて東京大阪間を行き来しようと考えていらっしゃる方はかなり警戒した方がいいですね。うん、私この間新幹線、まあ大体私基本的にあのマイルを稼ぎたいがゆえにですね、うん、飛行機で来ることが多いんですが、うん、たまさかこの間新幹線で帰った時に限って、うん、新幹線止まっちゃったんですよ途中で。 新幹線の中でずっと止め置かれてそうするとすごく不安な気持ちになってですねこれ次いつ動くかわかんないんですよで実際に止まってるところは周りなんともないんですね雨が降ってる様子もなけ,なければそ,そこで降ってるそこで降ってりゃんとなく納得感があるじゃないですか。ととこころろが止まってるところはまあ雲って 降ってるけど、別に雨降ってるわけじゃないのになと思ったら車内アナウンスがあって、いや、こっから先のどこそこの区間で大雨が降っていて、えー、電車が止まってますから、えー、前が電車詰まってますからって話なんだけど、うん、あれなんか、待ってるとすごい切ないですよね。ちょっともね、ちょっと不安ですね。はい。えー、そしてイギリスで感染拡大。これあのね、えー、さっき株の下がった話してますけれども、はい、ニューヨークで株が下がった最大の原因は、どうもいろいろあるらしいですけど、一番言われてんのは、 あのヨーロッパで感染がだいぶ広がってきてるからって話なんだけどヨーロッパで感染が広がってる話はもう数十万巻前から言われてますからねどういうことなんだろうなでこれねこれに関して言うと誰も実は気がついていても言わないことが一つあってですね実はあのヨーロッパ日本はね割と緩かったんですがヨーロッパの大半の国ってですね3月4月に感染が爆発した時に。 都市ロックダウンっっていうややつをやったわけですよ、うんはい、もうイタリアなんかでも家から絶対出るなみたいな出、うん、たら、ね、出たらとにかく罰金だみたいなことで、はい、ところが感染抑えられなかったんで,で今回感染拡大局面なんだけども、うん、あの3月4月の時よりも感染は実は少なくとも PCR 検査の陽性者数だけ言うとあの時よりも多いんだけれど、はい、あの時やったような都市ロックダウンをやるところって実はほとんどないんですね。うん、ま不思議なんですけどうん、うん で、もう一つ大きな不思議で言うと、あの3月4月の時に全世界的に専門家がくっそみそに叩いた国があるんですよ。それどこかというとスウェーデンという国で、スウェーデンという国は都市ロックダウンしなかったんですね。都市ロックダウンせずに集団免疫作戦って言って、だけどスウェーデン自身は集団免疫を目指してるとは言ってないんですけども、まあ外からの見え方で言うと、とにかく若い人はほとんど重症化しないんだから、若い人に関しては普通に生活をしなさいと。いやいや別に店閉めるわけでもありません。移動制限する。 わわけけででももあありりまませせんん学校閉じるわけでもありませんだけど高齢者に移すと重症化する可能性がありますから高齢者に移すのだけはちゃ,んとちゃんとみんなで気を使いましょうねって言って普通の都市生活を維持したんですね。えー、でこの普通の都市生活を維持したということに関して3月4月専門家が「そんなことしたらスウェーデンはえらいことになるぞ」って言って大騒ぎしたんですが、うん、結果このタイミングでヨーロッパの感染者数を見てると。 一番少なななくとも死者がが伸びていないのがスウェーデンなんですよ<え>見事にスウェーデンは死者抑え込みに成功してるんで、はいうん、むしろロックダウンしたところのイタリアとかスペインとかイギリスとかフランスなんかの方が感染者がここへ来て爆発してるということを考えた時に、うん、あれ結局スウェーデンのやり方が一番賢かったじゃないので実はね日本もスウェーデンに近いっちゃっいんです。はい、あの極端な都市ロックダウンしなかったですよね。うん まあみんなに自由にうう動いていいよ、そのかわし高齢者に移すと危ないよっていう意識を持たしたところの方が、結果的には成功している可能性があるんで、うん、今の全世界的にやってることって、本当にどこが正しいのかってわからないところがあるんで、うん、これに関してはですね、ちょっと今、の新型コロナに関してのニュース、情報が減ってきているタイミングなんで、この番組では、 あの、最新の情報をちょっとずつ更新しながらね、解説していこうかなと考えております。いいですね。はい。だから、たまさか今日、車の中でどっかの帰りに聞かれた方は、明日以降も継続して聞くと、とても有用な情報が手に入ると。<laughs> <laughs> そういうことでいかがでしょういいと思いますこの番組継続して聞くっていう意味がありますからねはい、毎日聞くということが大切なんです一回一回は本当にくだらないし間違ってることもあるかもしれないけれどもトータルで聞いていただくととてもためになるしトータルで聞いていただくと間違ったことはちゃんと訂正もするとそうなんですよ新しい方式のねレディオショーですからちょっと待ってください否定してくださいよそんなに間違ったことばっかり言ってませんとかあるでしょうほらツッコミようが大半正しい しいこ <laughs> ちょっと待って。<laughs> ちょっとおかしいだろその表現は。<laughs> はい。ええー、ズームフラッシュこのくらいでいいですか。山口達也さん。 あ、容疑者か。そう,そうです。容疑者。元東京の山口達也容疑者。どうなのかしら。まあ、私あんまり最近ね、テレビのバラエティとかって見る機会がないんですが。あ,<ー>あの、東京の山口容疑者って最近テレビ出てました。いや、もう出てません。前回も。えー、とえ前回かかたお酒による失敗で、まあ、はあ、あの、女子高生の方に強制わいという行為をして。そんなのあったんだ。まあ、今の立場では元時をという形ですよね。え午前九時半頃に酒気帯び運転って、どういうこと、これ。夜通し飲んでたんですかね。 それか残ってたかねいや残ってたのがたまたまだったらかわいそうだけど夜通し飲んでたんだったらちょっとやっぱり治療が必要な状況だよね朝の9時半で酒気を呼んでんて。 それは普通これはあれでしょう、なんか事故になってバイク運転してて事故追突事故かなんか起こして、後ろから追突ししてしまったとえー、まあ警察が調べたところ、だったという話うで,、まあ、でもご本人もお酒を飲んでバイクを運転し、事故を起こしたことは間違いありませんという感じと,、ね、となると、前の晩飲んでたのが朝残ってたって感じじゃないんだ。 だとするならば、やっぱね、朝その時間に酔っ払い状況というのは。状況かなり悪いですから、あの、うん、治療期間等に入って、アルコールは。完全に抜かないと、なかなかこの状況から抜けられないだろうなと。と、ね、毎時お酒はやめますというようなこともね、発言されてます、ね。お酒やめますって。なかなか。やめられてないってことですね。ねうん、はい、さあ、参りましょう、はい。では、今日この時間まず特集するニュース、こちらになります。 シルバーウィークの人で各地でコロナ以降最大にコロナ禍で迎えたシルバーウィーク日曜日は下りで50キロ以上の渋滞が発生昨日上りでは中央道で64キロ東北道でも40キロを超えるなど多くの渋滞がありましたそれの便でも搭乗率は2月以来の水準となりました 今日昨日銀座を歩いたらすごい人、うん、まあ増えてますよね目視して増えてる,てる昨日のこの番組終わって五時半ぐらいからポコポコ歩き出して、はい、銀座四丁目をこういつものようにサンダルで、はい、あの <laughs>、ね、ずるずるサンダルを D1 <laughs> サンダルでペタ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 ,ペタ銀座歩いますからね干 <laughs>、えー、したところがですね、はい、今あの銀座って休みの時には昔からそうですか 大昔はそんなことないですけれども、歩行者天国になってますよね、銀座のメインストリートは。で、東西の銀座の大通りが歩行者天国になってて、そこの交差点で、こう見渡したら、ものすごい人。いや、こ行者、銀座の歩行者天国でこれだけの人を見たのは本当に何ヶ月ぶりか何年ぶりかっていうぐらいのすごい人になってますね。 銀座のこの有楽町日本そのある有楽町界隈のお店も休みの日だからなのか分かりませんけれどオープンカフェみたいなところはもう立水のつ、ね、余地ないっていうか全部のテーブル埋まってるっていう,そう,そう状況なんでなんだろうねだから新型コロナに関して言うと、うん 多分いろんな意味で社会全体の認識が変わってきている可能性があるんですが新型コロナ結局ねやっぱりこれ新型コロナと関係したニュースじゃないですか、はい、新型コロナって未だによくわからないことがたくさんあるのはまずね統計の見方もよくわからないのは例えばですよ、えー、WHO が発表しているしな何をもって でコロナ死と認定するかのガイドラインみたいなやつが一応あるんですが、はい、日本はそのガイドラインに従って発表してないわけですよどういうことかというと私ねこの間からずっと疑問に思ってたことがあって まあ結果は解決したんですけどね。疑問に関しては解決したんですが、シンガポールの死者って27人からもう何ヶ月も動かないんですよ。27人のまんまなんですよ。ね。だけど、日本で1年間に亡くなる方って130万人ぐらいいらっしゃいますよね。毎月10万人ぐらいの方いらっしゃいます。シンガポールは日本よりもはるかに人口は少ないけれども、 おそらく年間に亡くなる方を月割りにしたら毎月何万人も人が死んでるはずなんですよ。うんね、何万人も人が死んでますで。シンガポールってもう人口の1%以上が PCR 検査で陽性になってるな国ですから。はい、となると、あの、亡くなられた方がたまさか、 新型コロナに感染してるというケースは、どうしたって防げないわけだから、うん、そんだけの感染者が出てるということは、はい、となると、これ27人から何ヶ月も一人も増えないっておかしくないですか、これ。うん、おかしいで、ね。おかしいでしょ。というのは、何が言いたいかというと、日本は、あの、新型コロナで診断じゃなくても、自殺も含めてですよ。自殺も含めて他の病気で亡くなった方が、たまさか PCR 検査で、 新型コロナの陽性が出た場合、それは新型コロナ死として認定されてるわけですよ。だから日本のそう,、ね、そうなんです。自殺された方が間書き党であもれな、はい。これは私、自分で取材して確認しております。そうなんですか、はいえー、そうなんです。で、この方は、実は悲惨なのが、うん、新型コロナに感染したことを悲観して自殺されてるんですだからこれ、マスコミ報道とか、はい、社会のこの新型コロナに対する、うん まあ、あの、目線みたいなものがその人を殺した可能性があるんですけども、うん、まあ、あの、でもその方は、えー、新型コロナので亡くなったというふうに、はい、あの、カウントされてます。うん、で、今亡くなられてる多くの方、ご老人の方が多いです。もともと非常に重篤な、あの、持病を持っている90歳とか、えー、中には100歳代という方がいらっしゃいます。うん、その方々でも、新型コロナに感染していた場合は、他が原因でも新型コロナということになって、うん、そのトータルが千数百人であると。 だから毎日一定数は必ず感染が、感染者が出る限りは新型コロナで亡くなってる方が計上されますよね。うん、となると、うん、この病気がどのくらい恐ろしいかということをデータとして共有するためには少なくとも何、何をもってコロナ死とするかということの、うん、あの、 価値観というか基準というと全世界的に共通化させないと統一しないと意味ない,です、ね、意味ないんですけどもところがこれ各国バラバラなんですよこれじゃあ対策なんか立てられないだろう,うだからもうこの辺りから含めてですね新型コロナってどういう病気なんだろうという原点にかえって。はい 基準から揃えて、で、その上で正しく判断するということを始めないと。整理してね。はい。うん、そういうことをね、私はまずね、日本政府には一番最初にやってもらいたいと。うん、少なくともね、自殺された方でたまたか新型コロナに感染してた方をコロナ人に認定するようなことをしてたら、ああ病気の正体なんか見えてこないだろうと。うん えー、シルバーウィークの人手の話をする話が全然違う方向にこういう番組ですから<え>引き続か聞いてくださいずっとこの後4時台もお送りします、えー、9月22日火曜日終分の日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしていますさあメールいただいているのでこの方はちょっとお名前がないのですがほうほう レタスの話ですか冒頭ね。ね、うんえー、先週から毎日一日三回一枚ずつ葉っぱを抜いて食べてると <laughs>、はい、よく眠れるという話です。はい。そうそうでレタスは芯に傷をつけると成長が止まるので。 長持ちするそうですよと百<う>円ショップに穴を開けるグッズが売っていますが用事を刺しても同じ効果があるそうですレタスの芯に,芯にあそういえばその話聞いたことあるそうだから成長しない、うん、それ以上成長しないからレタスの芯に爪楊枝を刺すい,いいんですよははあ、その話は聞いたことがあってどっか覚えてたのにやってなかったな ちょうど実験するのにいいや。あの<え>先週買ったレタスは多分ね明日なくなりますから、ね、え来週また新しいレタスを買ってこようと思いますので今度は用事をさしてみて同じように2週間経過して食べられるかどうかということで <laughs> そうなんですよね,ね<え>ただ私は葉っぱ外側から傷んでくるんだと思ったら中から茶色くなってきたのに驚きましたえそう,、ねえー、そうなんだと思ってただそのレタスの芯に関して言うとちょうどね今芯がほとんどむき出しになって、うん 1>, ね、1枚ずつこう葉っぱ剥がしていくとだんだん芯だけ残るじゃないですか。ね 今日なんかすごいこのシチ食べるのが楽しみにに <laughs> そ総理マーチャイなってたら笑いますけどねお疲れってねがっかりですよね。<laughs> それから、えーえー、なんでそれ笑いながら言いますか <laughs>。このこの方にも,もしかして舛添さん。<laughs> 何か性格に大きな問題を抱えてるんじゃないでしょうか。<laughs> いや、いや、違う、で、提案があるんですよ。<あ>この方何ですか、よく眠れるためにね。はいはい、以前、松岡修造さんが眠る前に、楽しくなくても嬉しくなくても、にかッと笑っておくと怖い夢を見ないと。怖いよ。<laughs> 言ってました。 でもねそうすると嫌ななな夢見くりました本当ですか松岡修造さんなんかあの勢いでなんかコペッと寝そうな感じですけどね。バタッと倒れてそのままぐらっと寝られそうな先ほども予告いたしましたけど私今シューベルトの子守歌を今ウクレレで練習中でございますから近日公開でお休みになる時のお供に使っていただければと思います。笑ってです今今はは無理逆に 売れなくなります。じゃあ練習を重ね。途中でそこで使えるかみたいな。ええ、膨れれんの音色っていいですよね。うちにもありますけど。あ、そうですか、うん。私もね、チャレンジしたことはあるんですけど。ちょっとじゃ、あ一ぺん持ってきてください。はい。はい。あれ。あれ。持ってきますよ。今度ね。あ<れ>はい。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。 この後はですね、相次ぐ不正引き出しにつきまして、あなたの銀行口座のセキュリティ対策、大丈夫でしょうか問題ないですかということで、狙われない暗証番号のことなどもお伺いします。IT ジャーナリストの三上洋さんにお話を聞きます。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。 相次ぐ不正引き出し問われる銀行口座のセキュリティは今月7日ドコモ口座による銀行預金の不正出金問題が発生した後金融機関を標的とした度重なる攻撃に業界全体が揺れています被害は17日時点で全国157件被害額は2760万円に上っています さあ、私たちのね、銀行口座をどうすれば自分自身で守ることができるのか。今日は IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします,しします、えー。どうも、あの、菅政権は、あの、いろんな意味で IT, IT 化を進めると、はい、こう発表してますが、専門家から見るとどうなんですかあの デジタル庁って聞いたときは、ええ、怪しいな、これ本当できるのかなと思ったんですが、トップに、ええ、あの自民党の中でも一番ちゃんと IT とセキュリティのことを分かってる人を連れてきたので、ほうほうはい これは私は、お意外にやるなと、頑張ったなと。あの、西日本放送の社長だった人ですよね。おっしゃるとおりです。平井拓也さんですね。ああ<ー>、はい、あの人そんなに詳しいんですかあの、ベンチャー、IT 関係のベンチャーの会合に出たり、えー、あとセキュリティ系の企業のところに出たり、 で、一定の知見はあるようですね。<ー>私も直接お会いしてないので、ええ、詳しくないですか。国会議員の中ではかなりまシしな方というか、<laughs> IT に関しては詳しそうだと。そうですね。はい。いうことですかい,す、はい。コンピューターいじったことがないとかって、そういう人ちが違うわけですか <laughs> あの、USB って何ですかとか、<laughs> ハンコギ連ですとかっていうことではないので、今回はだから、お手並み拝見をしたいかなと思います。<laughs> なるほどね。<laughs> 確かに、ハンコギ連の人に、IT 担当大臣って言われてもね、ねおいおいって感じですよね。はい はいえー、一体今まで何だったんだって話はありますが、まあ、そんなこんなでね、えー、どうなんですか、そういうことになると、あの三上さんのようなお立場の方、忙しくなるんですかえとおかげさまで、デジタル庁と、あと、平井拓也さんはどんな人ですかみたいなことを聞かれるんですけど、えー、そんなに詳しくないので、今言ったようなことを言うんですね。でも平井拓也さんの なんか秘書の方ってテレビ全部見てるらしく。はあ、私のフェイスブック、私その政治とか一切、一切関係ないんですけど、いきなり秘書の方からメッセージが来て。 ありがとうございます今,後今度ご,ご飯でもどうですか <laughs> 政治家って怖いなぁと思ってですねっびっくりしたよそんな世界なんですか政治っていやいや私もそれは知りませんけれども<あ> <laughs> IT とネットの世界しか知らない私からするとね、ええ、ラジオで一言言っただけでありがとうございますって,っってすごいですねそれ <laughs> すごいな <laughs> ちなみに三上さんってどういうご経歴でここまでたどり着いたっていうかは何なんですかもうあの ライターです。 はあ、パソコン雑誌と、ええ、ネット系の雑誌のライターをずっとやっててその当時そのセキュリティとかネットの事件ってあまり詳しいライターさんがいなかったので書くようになって、はいえー、で気が付いたら喋る方に回って時々は自分でも犯罪に走ったりなんか、まあ、あのいつもです、ね、今回このドコモ講座の事件で2週間にわたってテレビに出まくったら、はい、友達に「お前自作自演だろ」うと「お前やってるんだろ」うと。 妙に詳しいぞって言われて <laughs> <う>、やっぱりね、<う>みんな考えること一緒 <laughs> って言われました。<laughs> ひどいです、ね。<laughs> どうですか、三上さんがこれ犯人だとしたらできることですか。<laughs> かはい、あのすごい研究しつくしてます。ね、あのどこも口座っていうだけじゃなくて、まずキャッシュレスの電子決済っていう方があって、はいはい、そこに銀行口座を紐付けてチャージするわけです。えー、で、この時に 電子決済側はあんまり本人確認しなくて、銀行側よろしくね。で、銀行の口座が紐づいたら,ら、そりゃ銀行はちゃんと本人確認してるじゃんっていう前提だった、ええええ、でもよく、よく見たら、友情はこの銀行口座を紐づける、口座振り替えの本人確認がめっちゃ甘くて、うん、たった4つの情報、本当に、えっ、ー、と、口座番号を 口座名義はい、はい、暗証番号を生年月日の情報さえ分かれば勝手に紐付けできちゃったんですよ、他人の口座を。うん、ははそんなことを研究し尽くしているというのは、かなり頑張るなと思ってますいや、今、ゆうちょの話が出ましたけれども、ほか、はい、今回、なんか地方銀行がやたら多いって、よく言われるじゃないですか、あれは本当なんですかその通りで、えーと、まず最初に発覚したのがドコモ口座。 でしたけども、このドコモ口座に紐付けて被害を受けたのは、誘致銀行を、えー、その他、地方銀行が思う。 全部で11校ですで、地方銀行が多いのは、まあ、推測ですけど、やはりセキュリティとかの投資がやっぱり行き届いていない、お金がないからじゃないかなっていう感じですまずあの、うん、そもそも論から、えー、とラジオを聞いてらっしゃる方で、ある程度知識をお持ちの方は、今の解説でも完全にお分かりになると思いますが、そうでないと、ですね何の話をしてんだって話になりますので、はい、概略、何が起きたかというと、ですね、えー、要するにスマホ決済みたいな、あの もう要するにスマホの端末だけでお支払いができるというようなシステムが今、いろんな会社から出て,て、はいて例えばえ今回問題になったのはドコモですけれどもドコモがあの開設したサイトみたいなところで自分のスマホにソフトをダウンロードして、はい、でそ,のそれだけだとそこには残高がゼロなんで何も買えないけれどもそこに銀行口座通常は自分の銀行口座と紐付けることで例えばまあチャージで5万円なら5万円チャージしてその5万円分 あので端末だけでで使えますとなくなったらまた5万円チャージしてっていう、その自分の口座と紐付けるんだったら問題ないけれども、はい、全然関係ない他人の口座と紐付けて、他人の口座から現金、自分の懐にあの、スマホ上のお財布みたいなところにどんどんチャージしちゃってて、抜かれてる方は全然気がつかなかったって話その通りですそりで,すですよね。そうですで どうなんですか、今回、そのドコモが問題になりましたけど、同じようなシステムって、よそでもある話なのか、うんはい、ドコモに問題があるのか、はい、あのまず、ドコモ口座の場合はちょっと特殊でして、ええ、ドコモ口座、直接では使えなくて、そのほかにドコモの d 払いって別のにチャージしたりとかって、ちょっと特殊な仕組みなんですね、はいええ。いくつでも口座が作れて、本人確認がほぼゼロだったんですよ。 えじゃあ、私が、あのー、複数のスマホに、別の名義で、はい、あのドコモ口座をどんどん開いていくことが可能なんですかそうですで、私が勝手に作ったフリーのメールアドレスで、辛坊治郎っていう口座を私が、はい、フリーのメールアドレスって、要するにヤフーだとかグーグルだとかで、ただでメールくれるやつですねそうですで、それを使えば、辛坊治郎っていう名義を私が勝手に作ることができたと。うんまあ、名義を作って、お財布ができた段階では、まだ被害発生しませんよね。そうです その先に銀行を紐付けるというところが問題で、はいえー、で、まあ、ドコモ講座はなので、その、たくさん作れて本人確認が甘かったっていうので、まあ、責任が大体ですね、えー、5割か4割ぐらいですね。ドコモのほにはい、ドコモのい、はあ、問題は、その先に銀行がこの講座をそ,のそれに紐付けて OK ですよっていうところが、銀行が甘かった。 それが多分責任の六割か五割、多分銀行の方が責任が重いですね。その銀行口座を紐付けるに際しては、ちゃんとした銀行っていうか、セキュリティのきついところはどうやるわけですか。ちゃんとした銀行は、例えば口座名義、え、口座番号。 だけじゃなくて例えば登録している電話に自動音声で電話がかかってくるとか、はい、それから携帯電話のドレスにショートメールがあるとか、はいはい、に事前に銀行に登録してある情報をもとに電話とかでちゃんと確認してくれるんですよ。ははなのので情報その暗証番号とか って情報は漏れちゃうので漏れちゃったら怖いので、もう一個別の何か持ってる、通帳持ってますかとか、はいはい、え電話番号持ってますかってところでちゃんと確認してる、そこはね、被害出てないんですほーうほ、ん、う、じゃあさっき言った4つの、まあ、名前と口座番号と暗証番号と生年月日だけで、はい、あの口座にとひも,ひも付けができるようなところばっかりが被害に遭ってる状況ですね。 ててる人っていうのは今の今話を聞くと全然関係ない人が、ある、その全然関係ない人が作った口座と勝手に紐付けられて、どんどん自分の銀行口座からお金がなくなっていく感じですよね。そうですね。なんで。そうする自分は何にもしてないわけですよね。はい、別に口座会、その、ドコモ口座開設してるわけでも、ネットで物を買うわけでも、何にもしないのに、はい、なんかある日銀行口座を見てみたら、あれ、残高減ってるぞっていう、そういう話ですよね。そうです。いきなりドコモ口座。 10万円って引き落とされてる。で、なので、被害に遭う人はスマホを持ってる持ってない関係ないです。ネットバンキングやってるやってない関係ない。キャッシュレス決済をやってない、やってる関係なく被害に遭う可能性はある これね今のところ全国157件、被害総額2760万円って、さっきあの増山さんがニュースの原稿で伝えてくれたんですが、これ、気が付いていない人って、かなりいるんじゃないですかそうですねで、えーと、当初はもっと1800万円ぐらいだったんですね、えー、それがだんだん増えてきているのはあの、やっぱりメディアで今、これ、通帳記入して確かめようということを今、皆さんが呼びかけているので、まあ、それで分かった方もかなりいらっしゃる。ちなみに三上さんの見るところ 三上さんが犯人でないとするなら誰が犯人ですかわかんないですけど、ま、確実にやることは大規模な、本当組織的なグループ。え大的な、大規模な組織的グループどうしてそう思われあ,あの、えっと、今回ってですね、直接現金,現金を犯人は取れないんですよ。チャージして、家電製品買って転売したり、 あそうですね。<ー>要するに、まず何が起きるかというと、その犯人の、例えばスマホに開設したドコモ口座の中に、チャージとして電子マネーみたいなやつが入るわけだから、はい、これを、 でも何とか電気持ってって、家電買って、その家電を換金するってめんどくさいことしなきゃいけないんですそうです。えー、なので、末端のアルバイトというか、下っ端の人を雇わなきゃいけない。えー、かなり組織的です。それから、<ー>あの、これはドコモ講座が入ってるんですけど、コンビニでタバコを買ってた例っていうのもあるそうなので、はいはい、そんな細かい換金をするのはめっちゃ大変ですね。えー、あともう一つは、あの、国会を対象になったのがドコモ講座だけではなくて、 ペペイペイだったりはい、はい、他のキャッシュレス決済も狙われて、えー、他のキャッシュレス決済はどこも口座みたいに責任はなかったんですけどほうほうそこからやっぱり悠長に狙うということをやってるほうほうっていうことは複数の,そのスマホ決済たくさんと複数の銀行みんな試してるんですよ。ははこれねあの自動プログラムでガンガン簡単に分かるって話じゃなくて一、うん、個一個チェックして知識のある人が見ていかないと 弱点は見つからないです。だから、研究も相当手間がかかる。いや、だとするならね、被害総額2760万円で、今の話を聞くと、手間だけが結構大きくて、そんな大した儲けになってないような気もするんですが。そうですね。あの、それは、私はもっと当初は、これ、奥の単位行くと思っていたんですけど、えー、それ全然進まないので、犯人、何の、ここまで手をかけたのかな、っていうのは、ちょっとわからないですね。 どあの、こういったですね、ポイントとかスマホ決済っていうのを狙ってるグループっていうのはもうずっとあって、あの、スマホ決済でのクレカ、えー、不正利用だったり、それから昨年のセブンペイだったり、はいはい、っていうののと同じようなグループなのかな。この電子決済の穴をよく知っていて研究し尽くすグループかなと思ってます。でもね、 でも,でもさっきの4条件というか、4要素、口座番号と名前と暗証番号と生年月日の4つが分かると簡単に紐付けられますよという話なんだけど、ね、まずその口座番号、私がどこの銀行にどんな口座を持ってるかという情報が、普通漏れないでしょこれはね、2つの推論があって、1>, ええ、1つ、一番メディアで大きく言われてるのは偽サイトです。 銀行そっくりの偽サイトに誘導したんじゃないか、そこで暗証番号を入力させるもただ私はこれ、あんまり確率は低いと思って、私が強いと思ってるのは、すでにネット上でリストが販売されてるということです。はあ、口座番号と名義、はい、暗証番号はないですけど、生年月日等、まあ紐付けたり。暗証番号を除いて考えると、名前と口座番号と生年月日までだと。はいはい あの、ぶっちゃけ、例えばですよ。あの、この間、あの、10万円国民税に配ったじゃないですか。はい。ああいう時に、あの、自分の口座番号と名前と生年月日って届けますよね。そういうやつが漏れちゃうことはないんですか、はい、まあ、あの、さすがにあの時は漏れないと思います。っていうのは、はい、あの時は、あの、ね、えっ、ー、と、国側がやってることと、えっ、ー、と、自治体がやってる側で相当チェックの目が生えてたので、はい、あれで漏れることは考えにくい。ただ、 一般のショッピングサイト、小さなお店のネット販売のサイトって、たくさん今まで漏洩が起きてるんですよ。そこって銀行振り込みで物を買いますと、そしたら口座名義と口座番号かるわけです口口座座名義と番が分かる、名前と口座番号が分かる、あと生年月日が分かると暗証番号は流出できるとか、そういう構造ですかね。で、暗証番号は、ここからもさらに推論なんですけど、やり方としては、 暗証番号って九4桁数字なので、よく使われる番号って本当決まってるんですね。1111 11とか1234とか。はい、青年月日。9999とか、とか青年月日とか。工夫をする人は、えっと、2580っていうのをやってるんですけど、2580 25ってですね、電話のキーの並びを縦になら、 打っていくるんです。2580<ー>のね。うん、っていう風にこう。2580のパタってね。ねうん、そういうものを犯人は固定して試すんです。うん、はあ、例えば1111をよく使ってる人はきっといるで、犯人側はその口座のリストってのをいっぱい持ってるわけです。だったら111を固定して1000人2000人3000人試すと中には当たると。 なんか当たっちゃった人からお金取りましょうっていうのじゃないかとあのこれもまたよく言われるもう一つのやり方で、まあ、9999通りしか暗証番号はないわけだから。はい えー、全部送りつけて、中でヒットしたっていう。はい、だ、だけど、これで言うと、例えば、あの、iPhone なんかは3回暗証番号を打ち間違えるとロックするじゃないですか。はいはい、その銀行側のセキュリティとして、はい、その全部の暗証番号を999 99通り打ち込んだら、そんなことしたやつは全部跳ねるとか、そういうのはないんですか、はい、それは、あの、今回の銀行も全部、被害にあった銀行全てにあって、えっと、3回か4回でロックがかかってました。なるほど。なので、あの、AT、私たちの ATM でも同じように、はい はい、ATM でも4回か5回でロック確かかかりますけど、うんえー、そのセキュリティはあったんですねあじゃあ、そっちのやり方じゃなくて、今、先に説明された、例えば1111 11を入手した口座番号に全部打ち込んでみて、はい、ヒットしたものは、これは使えると。 そういうやり方ですかじゃあなのでなんか被害件数が思ったよりも少ないのかなともちょっと思ったりして、ね、あなるほどねつまり口座番号を例えば1000件獲得してもその中からお金引っ張れるぶどまりっていうのはそれだけ下がっちゃうということですか、はい、じゃないかなとそれで言うとね全然関係ない話ですけど私のところにこれいっぱい迷惑メール来るんですよあれね 私,の私が私であるということを知ってないという明らかな迷惑メールがたくさん来るわけですよ、はい、あれってさっきの話ですけども、はい、アトランダムにこうあの組み合わせを発生させてメール大量に送りつけてたま,さかそのたまさかその適当な組み合わせで当たっちゃったところにメールを送るみたいなことができるんですかその通りです今はそのメーールとかおよび電話番号 SMS ショートメールも全部総当たりで送って それで届くところに、えー、と送り続けるその総当たりで送るというようなことを、なんかブロックするようなシステムってないんですか、はい、あのその迷惑メール対策っていうのは、結構いろんなところがやってるので、えええー、例えば、えー、とかなり賢いものもあります、グーグルさんがやってるものは結構賢いです。はあ、ただ えっと、それで全部は、えっ、ー、と、シャットアウトできないのと、ええ、全員が全員その迷惑メールシステムを使ってるわけじゃないので。はあ、で、あと、最近はもうメールは多すぎて開かない。あ<ー>なので、全部ショートメールになってるんですよ。あ<ー>、なるほど。ショートメールだと、スマホピンとなるので、はあ、ショートメール開いちゃうんですね。えー、ショートメールでの偽サイト誘導っていうのは、この2、3年、すごく増えていました。へ、えー 私なんかまだあのアナログで昔の人間ですからメール使ってるんですよ。そうすると毎日毎日ですね、六億円くれますみたいな <laughs> あの未亡人です、遺産もらってくれませんかみたいなやつ。<laughs> エグザイルのあつしさんから毎日メール来るんですよ。あれをまず返信しそうになりますかね。<laughs> あれ返信するとどんな目に遭わされるんですか。<laughs> あの芸能人のやつはあのあれです。えっと有料の出会い系サイト。 ああ、そうなんだ。で、芸能人なんだけどって言って、えっ、えと、相談がある。大体ね、マネージャーが出てくるんですよ。マネージャー。おお、やってみたんですかえっと、何度も実例があったんですよ <laughs> <ー>で。マネージャーが出てきて相談がある。でも、芸能人だから、プライバシーの情報漏れたらまずいので、えー、このサイトでやってくれって言って、なるトに有料サイトに行かせるんですね。<laughs> なるほどねー。<laughs> いいろんなこと考えるやつがいますね <laughs> でなんか何百万も使っちゃった女性の方がいらっしゃって人気の演歌歌手から来たからって,って<ー>で、その方にあるテレビ番組がインタビューしたんですけどいや偽物だとほぼ分かっていたと、ええ、偽物だとほぼ分かっていたけども本当のライブの当日に今から行ってくるよってメッセージが来るんですって。なるほどでそうすると 一路の望みをかけて行ってらっしゃいって、それがもう一通100円とかするわけです、ね。同じよう、ねね、なケースで言うとね、私、あるところでタクシー乗ったんですよ。はい、そのタクシーの運転手さんが、あのね、もうちょっとで会えそうなところで会えなくなるんですよ。何ですかって聞いたらですね、同じような話で引っかかってですね、はい、なんかあの、いや、でもね、絶対あの僕のことよく知ってると思うんですよ。だってね、私の知ってる街の街角の店の名前まで知ってますからって、いや、そんなもも今、のストリートビューでいくらで確認できるんだろう。<laughs> もう ちょっと会えるところでねポイントがなくなってコンビニ行ってあの「だまされちゃいます」って言おうかどうしようかだけど本人すごくそれで楽しそうだからいいかもほっといてもとそうですか奥が深いですねいやまああの結構あれってすごいいい加減な偽メールもいっぱいあって最近だとですね「火星人が」とかなんか言うんですよ。 で,火星人まで出てきました、はい、でそこでねアルバイトをやったやつに話を聞いたら、ええ、あれってそのアルバイトでみんながやってて。 返信率が高い人は得点が高くなるんですって<ー>でそれの原点はともかく開封させることなんですっ、ね、て内容はどうでもいいんですって未亡人だろうが家政だろうが、えー、芸能人だろうが、えー、開封率さえ上がれば一定の確率で騙される人がいるのでる開封率を上げるために内容何でもいいんだよあれっていうふうに教えてくれました。は<ー> <laughs> 時間がなくなってきましたけど話面白いいいからままた来てください <laughs> ぜひありがとうございます <laughs> あでも、ね、やっぱりいろんなもうもう多方面のことに用心してないとねどこで引っかかるかわかんないですからねだってさっきの銀行口座なんか用心しようがないですよねす勝手に使われちゃうんだから、うん、今,回の今回の事件は本当にあの対策できないっていうところが最大の事件です<ー>本当に。 対策できないんだよね。通帳記入してくださいって言うだけです。そうですね。そとにかく、まめに通帳記入して、だけど、私ね、休眠口座みたいなやつがあっても、通帳どこ行っちゃってるかわかんないやつもあるんですよね。まあ、残高もあんまりないですけどね。それが一番やれ、やられやすいし、気づかないですよね。そうですか。いや、残高全部ゼロな、な、やりようがないでしょまあ、ゼロだったら大丈夫です。まめに通帳に記入いたしましょう。ありがとうございました。ジャーナリスト、三上洋さんでした。 九月二十二日火曜日終分の日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかまああの今日お車かなんかでね初めてこの番組をお聞きになってるって方も多いと思いますけれどもいかがでしょうかね。いやいやいや,いや, <laughs> いやそう自信なさそうに聞かれてもえー、困るんですけど。お楽しみいただけてますいいでしょうか。 もし今日面白くなくても、明日には面白くなるかもしれないという、これからにぜひ期待していただきたい。日々これ精進。そういうことです。でね、いつも辛坊さんのなんか今日かけたい気分の曲を聴いているんですが、エンディングリクエストエンディングリクエストですか今日はそうだな。中島みゆきさんどうですかああ、いいですかいいですか中島みゆきさんね、名曲いっぱいあるんですけども、そうだな。空船。 なぜ「空船かというと突然思いついつたんです <laughs> あれは中島みゆきさんご本人がねあのお作りになった中島みゆきの空ね中島みゆきの空船か、ねうんはいね、もう一曲あれですね好きなのが NHK の「ほれ」。 えっと、ドキュメンタリー番組のタイトルになってる有名なやつがあるじゃないですか。はいはい、なんとかっていう。えっとえっと、地上の星。あ、それそれ地上の星。地上の星。<laughs> の星どっちにしますか。えー、空船。あ、じゃあ、あ空船でお願いします。中島みゆきさんのね。はい、しもさん。あの、ツイッターでね。はいはい。ゆうさん。 <で>この番組はニュース番組じゃなくて、レタス番組だなとか、ね。いや、レタスというのは本当に素晴らしいですよ。ね、やっぱり高校へ来て、レタスの値段がだいぶ下がってきてるのはね。はい、本当にありがたいですね。一、うん、日一枚のレタスがあるだけで、本当に幸せな気持ちになれます。で、番組冒頭からお伝えしているようにですね、うん。改めてほっとくと痛みます。はい、というのは栄養をどん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 取られてしまうと。うあの、取り入れが終わっても、レタスは成長点が芯の奥にどうもあるらしくて。ねてね、芯の奥の成長点がどんどな。 どんどん大きくなろうと思って葉っぱの水分を使っちゃうらしいですよはい、はい、だから あの芯に爪ようじ等を何本か刺しとくといいので、芯くり抜いちゃうという手もあるらしいですね。うん、ただね、気をつけてください。うんはい、あの爪ようじをね、芯の奥までガッと刺そうと思うと、結構それなりにリスクがありますから、<え>指に刺すと結構痛いですよ。<laughs> 気をつけてね。はい、ぜひ、あの、気をつけていただいてですね、うん、やっぱりレタスを先ほどの、だから理論で言うとですね、えー、あの、松山さん理論だと思いますわ。何ですかあの、いろいろこう皆さんからお便りいただいてるんですけども、えーえー、それをこう、総合するとですね、うん ね、やっぱりあのレタスの芯にぶっとい爪楊枝を奥までガバッと刺すことでレタスの息の根を止めるらしいです息の根を止めるんですよ。とどめを刺さないとその。怖い。皆さん増山さん的 <laughs> にますと怖いですよ。そうですよ。ラジオの前のあなたからのねご意見24時間お待ちしています。メールは z, z o o m zoom at mark 1242 dot com。ツイッターはハッシュタグ辛抱じ郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。ニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終わり値が509ドル安、下げ幅は一時900ドル超え。 21日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終わり値は前の週末に比べて509ドル72セント安い27,147ドル70セントでした。値下がりは3営業日連続で下げ幅は一時900ドルを超えました。ちなみに何が下がってるかというとですね、えー 業種別ではブリティッシュエアウェイズを参加に持つ会社が13%下げてますね。だからやっぱり、うん、あの旅行関係ですね、うんえー。下げを引っ張ってるのは。はい、だから、まあ、まさにコロナ関係ということなんでしょうが、はい、今ね手元にねこれ新聞の切り抜きがこれ9月22日時点の世界の感染者 PCR 検査の陽性者数の、うん と死者ののデータの一覧表がありまして実は私手元にですね、一月ほど前、8月19日だから一月以上前ですね、うん、データがあるんですが、二つ付き合わせるとすごい面白いですよ。うん、面白いっていうかですね、例えばまああの冒頭お話しした、あの、年ロックダウンをしなかったスウェーデンっていう非常に珍しい国がありますね。はい、まあ3月4月もう徹底的に世界中から叩かれたんですが、 この一月今日でですね、スウェーデンの感染者、PCR 検査陽性者が、一月ちょっと前が8万5219人だったやつが、一月経たって8万8237人なんですね。ほとんど変わってないんですよ。で、亡くなっている方が、8月19日の段階で5790人だったのが、最新のデータで5865人ですから、100人も増えてないんですね。ほぼ変わらないんです。ところがですね、 フランスがえらいことになってましてね、フランスが一月前のデータで、 21万9,029人だったんです PCR 検査陽性者が、はいはい、今がですね45万3,763人倍以上ですもん、ね、いや倍以上なんですが、うん、ただね死者がですねフランスが8月19日時点で3万429人だったんですが最新データが3万1,285人なんです、うんうん、とほとんど変わってないんですよほとんど変わってないんですよこれ。本当ですねだからあの PCR 検査の陽性者は倍になってるんですが死者変わってないんですよ、うん で、これどういう風うに読み解いたらいいのかがものすごく難しくて、はい、一つの考え方としては死者は遅れてきますから。はい、だから、今後半月くらいの間にだけど。これ、pcr 検査の陽性者が倍増してんのに死者がこのそ,、ね、それ、それいくらなんでもそんなには増えないだろうと思います。じ何が起きてんの？って感じですね。ただ、確実に今このデータを見て言えるのは。 やっぱ都市ロックダウンってあんま関係ないんじゃないのって話ですね。ううで,ねで新聞記事の本部には今春のロックダウンの効果もありどうのこのって書いてあるんだけど関係ねえだろって話ですね。だから実際にそれが分かってきてるということもあってあのやっぱ何かしなきゃいけないということでヨーロッパの国々でも夜間の営業をちょっとやめようとかって話にはなってますが、えーはい、3月4月みたいに完全に表に出るだけで逮捕みたいなことはどこもしない。 っていう世界的な傾向があるんだけどでもやっぱそれは今後半月ぐらいの死者数の推移って見ないとなんとも今この手元のデータだけではわかんないけどこれで言うと。 あの、春柄に完全にあの感染を抑え込んだと当時言われてた韓国ありますね。韓国が一月前のデータで感染者数が1万5761人だったのが、最新データで2万3000人を超え突破してます。だこの一月で韓国激増してますね。はい、亡くなってる方も306人から385人ですから。で、冒頭お話ししたようにシンガポールがあの死者が27人で一月前から全く動いてないんですよ。 これもさっきの、あの、とにかくどんな病気で亡くなったっか。 方でもとにかく新型コロナに感染していれば新型コロナ死と認定するというやり方で、これはありえないですから。はい、となると、国によって何をコロナ死にするかという基礎データが全部違うということですよ。うん、そのこの数字比べることにどんだけの意味があるんだということなんだけどこの一つの表にすることに無理があります、ね、そうなんですよ。だから前提として何をコロナ死とするのかというところは国際社会で揃えなきゃいけないんで、一応 WHO はそれに関して基準を出してないわけです。 じゃないんですが、はい、それでいうとね WHO の基準には実はこのシンガポールのやり方つまりあの他の原因で亡くなった方はコロナ死として認定しないというのが一つのやり方で実は日本も6月ぐらいまでは各病院の判断に任されてたんですがそれだと統計がバラバラになるっていうんで6月の半ばぐらいに厚生労働省が通達をわざわざ出してとにかくどんな病気で死のうがコロナに感染してる場合はコロナ死にしろっていう通達を出して 一気に数字がちょっと6月に伸びたことがあるんですが、えー、ということで言うと、ちょっとそろそろこの病気の正体を見極める上においては、うん、あの、データの基礎的なものは揃えていかないと、うん、なかなか数字って見えてこないよなっていうところがあるんで、まあそのあたりは継続してこの番組でもお伝えしていこうかなと思いますが、ただまあ、 あの、ここへ来てね、2、3日、特に昨日から今日にかけてニューヨークの株がだいぶ下がりましたから、こういう時は日本のマーケットは閉まっててよかったね、はい、なんですが、明日マーケット開きますから、はい、ちょっと明日マーケットがどうなるか、これを占うのはやっぱり今晩のニューヨークがどのぐらい下げ止まるのかっていう、<ー>そのあたりがちょっと大きな焦点になりますから、明日は多分経済の話を中心にお話しすることになるのかなというような予感がしております。はい、以上、ズームオンでした。 お送りしているのは中島みゆきさんですラ船ですと、えー、いうことでですね明日なんかものすごい大物ゲストがこの番組に登場するという噂を今聞きましてそうええー、嘘だろうっていう嘘だろうって,だってこの間そういえば番宣取ったなそうですよ今日は明日になるとこのしんぼさんの前にいつきひろしさんがお座りになる本物本物ですよそれいつきひろしさん来るってん飯田くん座ってたら怒るよあれ。<laughs> 大丈夫です。大丈夫ですか。本物の伊吹さん。そうですいらっしゃいますので、あのちょっとちょっとマスヨさんなぜそこでいいよどんぐ。何か特殊な事情がある？いやだってほら辛坊さんとねいろんなものを掘り下げていただこうと思持っておらんなものを掘り下げていただく。何を言ってんですか。しどろもどろとこのことです。すごく楽しみだな伊吹さんですか。 はい、そうですよ。えー、<あ>多分私が生涯で直接会う最も大物の芸能人かもしれない。<laughs> あ、そうですか。はい。きっと、そうだと思います。まちょっとあの、深くは、それ以上は、さお聞きの日本放送、この後は、健康あるあるワンダホーを挟みまして、日本放送ショーアップナイター今夜は東京ドームから巨人対広島、解説、江本武則さん、実況、日本放送、山田徹アナウンサーでお送りします。 で、明日の飯田工事の OK 工事アップは、コメンテーター数量政策学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースは、各国首脳が国連総会でビデオ演説、日本経済、省庁再編でどのくらい真水投入可能かなどお送りしますので、朝6時からもお聞きになってください。 そういえば、さっきあのニュースのコーナーで、あの、菅さんに会いに行かな、オーストラリアのあの、首相がやってくるって話あったじゃないですか。実はオーストラリアの首相と安倍首相はかなり仲が良くてですね、結構しょっちゅう電話で話をする仲だったんで、おそらくそんな関係をつなごうっていうことなんじゃないのかな、みたいな話は、今週おいおいしていこうかと思います。ここまでのお相手は辛抱次郎と。日放送でした明もあるよ